のタレスとも呼ばれるタレスは、ソクラテス以前の哲学者の一人で、西洋哲学において、古代ギリシアの記録に残る最古の哲学者であり、イオニアに発したミレトス学派の始祖である。また、ギリシャ七賢人の一人とされる。ソクラテス以前の哲学者の全てがそうであるように、タレス自身が直接書いた著作、記録は残っておらず、古代の著作、記録で、 タレスに言及したものから、その思想を推察することしかできない。昭和時ア,アイオニアのミレトスのフェニキア人のテリダイ一族の名門の家系から生まれた。政治活動に従事した後自然の研究に携わるようになる。彼は多彩な人物であったが、特に測量術や天文学に通じており、ヘロドトスによればその知識を用いて日食を予言したと言われている。 これは、天文学上の計算から、紀元前585年5月28日と考えられる。また地面に映った影と自分の身長とを比較して、ピラミッドの高さを測定したとも言われている。彼の故郷ミレトスは小アジアの英ゲ海演岸に位置し、ホメロスの活動した土地でもある。イオニアは、地理的に東方と西方文化の十字路に位置しており、 エジプトやバビロンの数学や自然科学も流入していたと考えられ、そうした文化的素地が、タレス、アナクシマンドロス、アナクシメネスラのミレトス学派が発生する母体となったと考えられている。彼が最初の哲学者に位置づけられるのはアリストテレス、刑事上学でそう位置づけられたことに由来する。タレスは、それまでは神話的説明がなされていた。 この世界の起源について合理的説明を初めて試みた人物だった。すなわち彼は万物の根源を水と考え、存在するすべてのものがそれから生成し、それへと消滅していくものだと考えた。そして大地は水の上に浮かんでいるとした。世界は水からなり、そして水に帰るという説を唱えたのだった。最後は、 体育競技を観戦していて、暑熱と乾き、または、漏水によって死亡したとされる。一般の人によく知られているのは、哲学よりも、中学校の数学の教科書に必ず出てくるターレスの定理であろう。これは、半円に内接する角は直角であるという定理である。タレス自身が、円周上の点と円の中心を結び、二つの二等辺三角形を、 作ってこの定理を証明したために、この名前がついたという。ちなみに、ターレスの定理と呼ばれるものは5つある。カペナウムにある、オリーブ工場跡には、タレスの買い占めた、圧搾機が残っている。ありがとうございます。